なんといっても通勤時間がかからないところが魅力だと思っています。空きコマとかがある方には特に隙間時間を有効活用できる働き方だなと思っています。私はパフォーマンスサークルに所属して忙しいのですが、 WPO のおかげで授業やサークルのちょっとした合間にも働けるようになりました。学生プロジェクトというものが、WPO の中には存在していて、学生から、業務に働きかけたりということが自発的に可能になっています。そういった、自分自ら働きかける活動を通して社会人基礎力というのを身につけることができるというのが WPO の魅力になっていると思います。私も文法の学生なんですけど、ソフトウェアについて学びたくて、それで相談に来ました。そうなんですね。一つの提案なんですけど、副専攻っていうのが早稲田大学にはあって、ちょうどソフトウェア学っていう副専攻があるんですね。自分の学生生活の経験を話すことで、相談者の方が満足してくれることです。そうですね、やはり一番の魅力というのは、来訪される教職員ですとか、あとは学生の方々を笑顔にすることができるというところだと思います。来訪された学生さんや教職員の方、固有の方などに感謝の気持ちを伝えられたときに、すごくやりがいを感じて WPO で働いてよかったなと思います。普段業務を知ることで、普段何気なく、私たちが生活しているキャンパスライフをどういう人たちが支えてくれているのかというのを学べることが一番の魅力だと思います。早稲田ポータルオフィスではビジネスマナーをはじめとした社会人基礎力を育むことができるので、すべての早大生にとって最適な職場であると考えます。また、職員さんの仕事内容や仕事に対する熱い思いを知ることができますので、大学で働くことに興味を持っている方には特におすすめです。最初は緊張しましたが、研修が充実していますし、社員さんに仕事の不明点を聞きやすい環境です。先輩スタッフをはじめ手厚くサポートしてくださるので、心配せずに業務に臨むことができています。